リニョン、シャンパン湯はドン・ピエール・ペリニョンのオマージュのシャンパン湯でございます。ドン・ピエール・ペリニョンは1668年からオヴィレル大修道院で勤めました。ドン・ピエール・ペリニョンの目標は Create the best wine in the world、 世界で一番のワインを作る予定だったんですね。ドン・ピエール・ペリニョンが初めて黒いブドウから白ワイン作られたんです。ドン・ペリニョンのアサンブラージュ、ブレンドは半分ピノノワール、半分シャドネです。半分黒、半分白、半分パワフルな男性的なブドウ品種ピノノワールですね。半分エレガント、フレッシュ、白、シャドネのエレガントブドウ品種です。だからドン・ペリニョンのスタイルはパラドックスです。逆説的という意味です。ヨートインのイメージですね。だからドン・ペリニョンのパラドックスはとっても大事なことです。ドン・ペリニョンのもう一つの大事なことは、ヴィンテージオンリーシャンパンでございます。ドン・ペリニョンはヴィンテージオンリーだから、ヴィンテージによってドン・ペリニョンのもう香り、味わい、スタイル、特徴が変わっています。だからテイスティングをするときに、この2008年のドン・ペリニョンのヴィンテージと2010年のドン・ペリニョンのヴィンテージは違います。だからもう一つのグラスがあればとっても助かると思います。最初から最後まで同じグラスを使って、まあ、ドン・ペリニョンの完璧なコンディションでテイスティングができると思います。グラスの形状を最終的に決定するのはワインの個性だけであり、デザインのトレンドや見た目の美しさがそれを左右するべきではない。この基本理念を反映してリーデルは世界で初めてブドウ品種別のワイングラスを世にもたらしました。そして今回ブドウ品種別というコンセプトをさらに深めて、個別のワインをターゲットに最適なグラス形状を開発するという究極のプロジェクトが行われたのです。そこで誕生したのがこのドン・ペリニョングラスです。ドン・ペリニョンの真髄、それは芳醇でいながらも軽やかさと滑らかさを兼ね備え、パワフルであっても決して硬くはない。それは凛とした佇まい、陰と陽の両面を合わせ持ち、それでいて完璧なバランスを保っていること。それは切れ目なく滑らかな質感、厳選されたブドウがもたらす豊かな果実味とその余韻に浮かびくる気品あるミネラル感。長きにわたりドン・ペリニョンの醸造最高責任者を務めたリシャール・ジェフロワと、彼からその重いバトンを引き継いだヴァンサン・シャプロン、そしてリーデル家の10代目と11代目として、その長い歴史を継承するゲオルグとマキシミリアン、究極のプロジェクトはこの4名によって成し遂げられました。目指したのはヴィンテージやスタイルを超えて表現されるドン・ペリニョンの本質や真髄、これを忠実に再現できるグラス形状です。ドン・ペリニョンの少しパワフルな、トロピカルフルーツがちょっと、ね、印象が強くなります。あとは最後のトースティさ、香ばしさ、ナッティ、な香りも、まあ、とっても、ちょっと美味しいな、状態になりますね。まずはフレッシュの印象なんですね。先ほどの少し柑橘系フルーツ、トロピカルフルーツの、美味しい印象があって、あとはもうミッドパレットかちょっと下の奥のところがちょっとクリーミーさとフレッシュの酸味、本当にもう綺麗なフレッシュな印象が非常に強いだと思います。後味と
と余韻が非常に長いし、そのスモーキーさと、まあ、本当にすぐ美味しい料理に食べたいという感じが、すぐ強くなるだと思います。はい、とてもいいです。私はこのグラスを使うときに、とってもなんかもう安全、ちょっともうね、間違いない、ちょっと形だと思うんですけれども、だからもちろんね、ゲストさんと一緒にもう説明するときはこのグラスがあればとってもコンフィデンスがありますね。もう完璧な、ドンペリニオンのグラスだと思います。ドンペリニオンの真髄を歪めることなく飲み手へと伝えることができるグラス、それこそがこのドンペリニオングラスなんです。11代目のマキシミリアン・リーデルはこのグラスを魔法の器と表現しています。ドンペリニオンの真髄、ドンペリニオンとは一体どんなワインなんでしょうか。ぜひこの魔法の器、ドンペリニオングラスで感じ取ってみてください。